りゃ浮かないように。おい、最後行きます。ちょっと待って、手あげんなよっと。ほら。おで。いいぞ今度。調整な、こうタイミングもうちょい早くだな。左外足のタイミングもう少し早く踏めるように。あーだっておい踏むなボールを。ちょっと大きい残しだな。OK、元気も、動きいいぞ。いい感じでポール当たってるんだけど、
急斜面の下の方行った時に当たってからスキー踏む感じになってくるとタイミング遅れてくるから、ポールより上のところでスキーしっかり踏んで当たっていけるようですよ。はい。しんのすけ、うまく滑っていい感じで当たるのも上手だったし、リズムも良かったよ。ちょっとな、しんのすけ体が回るから、ポール当たったターンの後半体が横に向きやすい感じがあるから、ポール当たった後も体、自分の胸の向きがなるべく下に向くような感じでいけよ。ちょっと待っててな。ほい。はい。ってくると、ちょっと腰が後ろに引けてきてるな。1本目の方が良かったかな。はい。ちょっと待ってな。そう、動いて。そう、体回すな。行きます。お願いします。よー、第一な、ちょっとやっぱりリズム遅れると次の足早くトライアウトで足外に出るのがやっぱり少しあるのと、やっぱり急斜面もう少し体下向けてた方が。
ちはそれ、こっちもあるんだな。ブルブコース、コース攻めしますか。どうだろう、なんかいいような感じもするけど。はい、了解です。で、僕は一回、ダーッとコース攻めするんで。